にちは、大迫です。今日はですね、このポータブルキーボード活用術という本をご紹介したいんですが、気軽に手に入れられるですね、ポータブルキーボードを使って、まあ、ピアノだけではなくて、いろんな楽器の音色で弾いたりとかですね、あるいは自動伴奏という機能がありますので、そちらを使うとですね、とても簡単に豪華な伴奏をつけることができます。それを使って、まあ、あまり鍵盤にまだ慣れていないという方でも楽しく、豪華な演奏を、やってみようという本なんですけれども、今日はですね、この練習曲の中にある歩くアラウンドを弾いてみたいと思います。まず、設定のお話です。この本はですね、このコルグマイクロアレンジャーを使って説明しているんですけれども、似たようなボタンを お手持ちの機種と置き換えて、やってみてください。まず、伴奏の、スタイルを選びます。この曲ではプログレッシブという、スタイルを使います。じゃあやってみましょう。ここにモードボタンがありますので、スタイルプレイにしておきます。そしていろんな音楽ジャンルがですね、ここのスタイルという囲みの中にありますので、この中からダンス、ね、ダンス系の、音楽を選んでいきますので、こちらのボタンを押すんです。ちなみにこの一番左側のボタンをですね、こう押すと上下の選択ができますので、今回の場合は上ですね、上にしておいてダンスのボタンを押します。そうするとダンス系の、スタイルがたくさん画面に出てきますので、この中からプログレッシブを見つけて、見つけられたらその横にあるボタンを押して選択します。一応エキジットボタンで、前の画面に戻っておきましょう。次にテンポなんですけれども、この曲の譜面にはですね、130という指定があります。でこのスタイルを選ぶと、もうすでに130になってますので、このままでもいいですし、もし、ちょっと早いなとか、感じるようでしたら、この右側のダイヤルを使って、テンポを調節してください。必ず130でなければいけないということは全然ありませんので、ご自身のやりやすいところからまずは始めてください。そして、曲中のボタンなんですけれども、まず右手で弾くメロディの音色ですね、こちら、2種類使うんですけれども、まず1つ目がここにあります F1 というボタン、シンセの音色の1、はい、そして、F3 というボタンを押します。そうするとシンセの音色のちょっと違うものが出てきます、はい、譜面ではシンセ音色2って書いてありますね。こちらがまず右手ですね。そして、左手でこう簡単にコードを押さえて伴奏をつけるんですけれども、そのバリエーションですね、バリエーションのボタンがここにあります。譜面にですね、随時1、2、3、4と指定が入ってますので、それに合わせて押してください。この曲ではフィルボタンも使いますね。フィルの2のボタンの指定が出てきますので、そのタイミングで押してください。そしてこの曲はですね、サビの前に、ブレイク、ですね、伴奏がパッと止まる瞬間があるんですけれども、それを入れるんですが、その場合はですね、ここのカウントインブレイクというボタンがありますので、こちらを押してください。譜面ではブレイクというふうに表記がされています。そして、曲の最後にエンディングの2を押して終わります、はい、これで曲中のボタンは以上です。それでは始めるんですが、まず最初の設定をしておきましょう。まず、右手で弾くメロディーの音色は F1、 シンセの1ですね、はい、そして、左手でやる伴奏はバリエーションの1を押しておきます。そして、コードが Em と指定が入ってますので Em を押しておきます。
画面の中に E マイナーと認識されて表示が出ております。あとはこのスタートボタンを押して演奏が始まるわけですね。それではやってみましょう。